この草原にはオベロンとパックという若い2頭のオスのチーターがいます。普通チーターはガゼルなど小型の草食獣を狙います。しかし彼らはヌーハンターと呼ばれ、大型のヌーだけを追い求めるといいます。体重はおよそ200キロ、自分たちの4倍はある大きな獲物です。最初に飛び出したのは兄貴分のオベロン。獲物に忍び寄り急に襲いかかるのがチーターの狩りの基本です。逃げられたと思ったその時です。後から来たパックが襲いかかっています。ヌーハンターと呼ぶにふさわしい見事な連携です。